のに、こんなに早く起きて辛くないかの？いつものことですから。お主よ、どう見てもまだ寝足りないのではないか？慣れてますから。そうなのかな。大丈夫ですよ。ちっとも大丈夫ではないのじゃ。お主よ、辛かったら行かずとも良いのじゃぞ。そりゃ俺ももっと寝てたいですけど、会社は行かなきゃいけないから。朝ごはんすぐに作るのじゃ。あ、いえ、時間がないので行ってきます。工場のやつじゃの、なんとかしてもっと休ませてやりたいのじゃが、そうじゃ。あやつも好きだったしな。
中野呼ばれてるぞ。何から何まで本当すいません。なんで謝るのじゃ。いや、お世話になりっぱなしっていうのも申し訳なくて。言ったであろう、全部わらわがしたくてしたことじゃ。はい、今度背中を流してやろう。それはちょっと。どうしたのじゃ。耳に水でも入ったのかな。それもあるんですけど、会社でやたら大声で怒鳴られてから調子が悪くて。